神知学協会の文章英文の意味は、真理より崇高な宗教はない神知学とは、神秘的直感や主弁、原始、瞑想、啓示などを通じて、神と結びついた神聖な知識の獲得や高度な認識に達しようとするものである。神知学、神知論、摂神論とも。神知学は、名前の通り、佐都と認識を重視するものであり、神あるいは超越者が、 英知的性格を持ち、宇宙や自然もこのような英知から作られ、人間のサトシも神のサトシに通ずる性格を持っており、人間は霊的認識により神を知ること、神に近づくことができるとされる。グノーシス派、シンプラトン主義、インドの神秘思想などにも神知学的傾向が見られるが、教義には以下の二つのものを指す。一つは、 17世紀にヨーロッパで顕在化した近代のキリスト教新知学の潮流であり、もう一つは1875年に設立されたインドに本部のある新知学協会の思想である。後者は近現代に新たに創出された体系であり、両者には共通点もあるが、系譜上のつながりはない。通常、新知学といえばニューエイジ、大衆的オカルティズムの源流である。 新知学協会に関するものを指すことが多い。本記事では、新知学協会系の思想を区別する場合は、新知学と表記する。新知学は、聖典や啓示の解釈を通じて神や世界の秘密を探ろうとする、知的、精神的鋭意、存在と自然の神秘に関する非教哲学の体系、あるいはその神秘についての直接的な知を得ることを目指す探求を指す。 本来的な意味での神知学は特に神の本性を知ることに重きを置くものを指しており、これに対して世界や自然の秘密を知ろうとする傾向の神知学思想は反知学とも呼ばれる。神知学は秘境の広範な領域の一部であり、この証明と救済をもたらす隠された知識や知恵に関連すると考えられている。神知化は宇宙の神秘を そして宇宙と人間と神との結びつきを理解しようとする。新知学が目指すのは、神と人間と世界の起源を探ることであり、それらを吟味することによって、新知化は宇宙の目的と起源についての守備一貫した説明を見出そうとする。講義には、新プラトン主義、グノーシス派、カバラ、ヨアキム主義も新知学に含まれる。宗教改革以後では、 シンプラトン主義の系譜を引く、自然神秘主義的な思想を展開し、医療錬金術を探求したパラケルスス、神秘体験から独自の進学を唱えたヤーコップベーメラの著作も、神知学の系列に属する。とりわけ17世紀初頭のヤーコップベーメラの諸著作は、以後のキリスト教神知学の大きな水源となり、神知学が流盛した18世紀から19世紀初めには、 エマヌエル・スウェーデン・ボリ、マルティネス・ド・パスカリなど多くの新地学的思想家が登場した。新地学協会の本部、1890年、インド・アディアール・新地学は、19世紀にブラバツキー夫人こと、ヘレナ・ピー・ブラバツキーが衝動した、心霊主義、中でも彼女とヘンリー・スティール・オルコットが創設した新地学協会に橋を発する、古代の忘れられた、 英知の再発見と普遍宗教の確立を目指す運動とその協議を指す。現代において、新知学といえば、新知学協会の協議を指すことが多い。ブラバツキーは、ヤーコプ・ベーメにも言及しているが、初期のブラバツキー、新知学は、古代のシンプラトン主義に反をとっており、従来のキリスト教新知学にはあまり目を向けなかった。黄金の世はダンの研究家アール・エギルバートは、 ヤーコプ・ベーメンに代表される新知学と新知学協会が広めた新知学は全く関係ないと明言している。新知学の基礎となる主要著作の一つは1888年に出版されたブラバツキーの大作シークレット・ドクトリンである。西洋と東洋のサトシの融合を目指す新知学は後のアメリカのニューエージ運動、大衆的オカルティズムの起源となった。 新知学は当時は世界を覆うバニアンジュと言えるほどの広範な影響力を有し、現代にも影にようにその大きな影響は続いている。新知学協会の初団体は世界の50人以上の国でなおも活動している。英語では一般的な意味での新知学的思想家はティーサファーと言い,い、新知学協会の追従者を指すティーサフィストとは区別される。 伝統主義学派のキッシュル・ネゲノンは、新知主義からあるエセ宗教の歴史を表して、新知学協会を批判し、同協会の協議を、新知主義と呼んで、伝統的な新知学と区別した。新知学という用語は、古代ギリシア語で神を意味する、シータイプシロンと H を意味するシグマファイ、アルファの合成語、シータイプシロン、シグマファイアルファー、T サフィアに由来しており、直訳すると、 神の英知、神に関する知恵という意味になる。ブラバツキーは三世紀の古代イギリシアの思想家、アンモニオス・サッカスとその弟子たちが使い始めたと述べている。このティーサフィアという言葉は古くはポルピュリオスやヤンブリコスのシンプラトン主義の著作に現れ、初期キリスト教の恐怖たちのギリシア語、ラテン語の著作においても神学の同義語として用いられている。ティーサフは 神に関することを知る者たちである。神知学は神学の同義語として用いられることが多かった。神知学という言葉は絶え間なく様々な意味を付与されてきた。そのため、神知学という言葉を古代に使われたような意味で用いたり、厳密に語源に基づいた意味で用いることは、学会においては一般的ではない。カバラの生命の木。 新知学という言葉は歴史において絶え間なく様々な意味を付与されてきた。新知学という語は古くは3世紀には神学の同義語として用いられた。ロバート・グロステストのものとされる13世紀の著作、哲学大全は新知家と神学者を区別した。同書では新知家は聖典のみから霊感を吹き込まれる著者であるとされ、一方、 ニセディオニュシニュースアレオパギタやオリゲネスのような、神学者は神地を説明することを務めとする、人であるとされた。ユダヤ神秘主義においては、カバラの神地学的競技体系が12世紀紅葉の南仏に出現し、13世紀のスペインに広まった。カバラは、後世のユダヤ神秘主義の発展の基礎となった。ユダヤ教の神地学的カバラは16世紀の、 オスマントルコリオパレスチナでイツハクルーリアによって再解釈された。ルネサンス期以降、折衷的なヒユダヤ的伝統である神学的クリスチャンカバラと魔術的なヘルメス的カバラはユダヤ教の文献を研究し、その体系を彼らの様々な哲学に組み込んだ。ユダヤ神秘主義の先駆的研究者ゲルショム、ショーレムは厳密に一心教的に解釈しながらも、 中世のカバラとルーリアのカバラは、ユダヤ教に、グノーシス主義的モチーフを組み込んだものであると考えた。ヤーコプ・ベイ・メルネサンスきの間、神知学という用語から、人を神や媒介的書類の世界に結びつけるものを知ることを、通じて、この証明と救済をもたらす、霊知的な知識を指す言葉としての用法が生じた。16世紀のドイツでは、キリスト教神秘主義と、 奇境的自然哲学と架橋するような新知学の潮流が起こった。マイスター・エックハルトのようなドイツ神秘主義の伝統とパラケルススの錬金術的思想を結びつけたバレンティン・バンゲルがその代表である。永遠の英知の円形劇場を表したパラケルスス主義者ハインリヒクンダーと神聖なる権威の啓示という著作を残した。 エギリウス・グートマンも16世紀末のドイツ神知学の重要人物に数えられる。しかしながら、神知学という言葉はまだ確立した意味にまで達していなかった。というのも、ヨハネス・アルボレウスによる16世紀中央のティーサフィアは、長々とした説明を加えながらも卑怯については何も触れなかったのである。17世紀ドイツのキリスト教神秘家、ヤーコプ・ベイメは、 著作の中で、新知学という言葉を使うことは滅多になかったが、彼の業績はその言葉が広まる大きな要因となった。それは、米ーの著作のいくつかの表題によるものであるが、それらの表題は、米ー自身というよりも編集者らによって選ばれたものと、おぼしい。17世紀の新知家は、比較的少数であったが、彼らの多くは多作であった。ドイツ以外では、オランダ、 イングランド、フランスにも新地下がいた。その代表的人物は、ヤンバプティストファン・ヘルモント、ロバート・フラット、ジョン・ポーディジ、ジェーン・リード、ヘンリー・モア、ピエール・ポワレ、アントワネット・ブリニオンである。この時期の新地下たちは、神秘の完全な理解に向けて、象徴的意味を引き出して、知識追求を推し進めるために、能動的創造を活用し、 特定の神話内視啓示に基づく解釈によって自然を探るという方法を取ることが多かった。スウェーデンボリ18世紀には、神智学という言葉は一部の哲学者の間で広く使われるようになった。しかし、神智学という言葉は18世紀全体を通じて辞書や百科辞典においてはなおも実質的に不在であり、19世紀の第2、四半世紀になって、 ようやく品質するようになった。少なくとも19世紀中央までは、新地下自身が新地学という言葉を使うのは控えめであった。ヨーハン・やコップ・ブルッカーの記念碑的著作、哲学の批判的歴史には、新地学に関する長い一章が設けられていた。ブルッカーは、哲学史における当時の標準的な論級の中で、秘境における他の潮流と並んで、 新地下たちを加えた。ドイツの哲学者たちは、この時期に、ザムエル・リヒターの新地哲学理論と実践、ゲオルグ・フォン・ベディングの魔術家バラ的、新地学的論文といったキリスト教新地学の主要な著作群を生み出した。他に、この時期の著名な新地下には、ヨーハン・ゲオルク・ギヒテル、ゴットフリート・アルノルト、フリードリヒ・クリストフ・エティンバー、ウィリアム・ロー、 ディオニュシウス・アンドレアス・フレアーがいる。18世紀までに、新知学という言葉は、しばしば半知学と合わせて用いられるようになった。ここでの、反知学とは、苦笑宇宙の神聖文字を解読することによって、獲得される、心的事物に関する知識である。この場合の、新知学という言葉は、より正確には、苦笑宇宙の内容をつかむために、 心的なものを干渉するという逆転した過程に特化した用語である。イングランドではメソジストの背景を持つ印刷業者ロバート・ヒンドマーシュがエマヌエル・スウェーデン・ボリの著作を翻訳して印刷、配布するために1783年に新地学協会を作った。この会はスウェーデン・ボリ主義に基づく信仰から成り立っており、1785年に 英国新教会協議普及協会に改名された。フランスでは、ルイ・クロード・ド・サンマルタンとジャン・フィリップ・デュトワ・マンブリーニが18世紀後用における、新知学の流星に寄与した。他にこの時代の新知学的思想家としては、カール・フォニエッカルツハウゼン、フリードリ・ヒルドル・フ・ザルツマン、ヨーハン・ミヒアイル・ハーンが挙げられる。ドゥニ・デドロは、フランス系毛記に出版された。 百科全書の編纂者であるが、この時点で彼が執筆した一記事は、同時代の他の百科事典以上に、新知学という言葉に注意を払った。その記事は、主としてパラケルスを扱ったもので、ありていに言って、ブルッカーの哲学の批判的歴史の表説であった。1891年にパピュスの創設したマルティニスト団のような諸団体は、 ユダヤ・キリスト・イスラム教の伝統と西洋の秘境に緊密に関連する神知学の潮流に追随した。ヘレナ・ピー・ブラバツキー、神知学はロシア出身のヘレナ・ピー・ブラバツキーに始まる思想、実践で、現代で、神知学といえばこちらを指すことが多い。アメリカ人のヘンリー・スティール・オールコットと、 ブラバツキーらが1875年に組織した新地学協会によって広められた。新地学協会は、真理に勝る宗教はないをスローガンに掲げている。ブラバツキーによれば、新地学運動とは、太古より特定の秘義参入者によって伝承されてきた宇宙と人間の秘密から、時代ごとにふさわしい形式で東西の宗教が発生してきたとされ、 その諸宗教の対立を超えて、秘密の重要部分を公開することで、再び古代の根源的な、神的英知への回帰を目指そうとするものである。その、神知学は、西洋伝統思想が基礎にあり、西洋と東洋の里市の融合、統一を意図するものであるとされる。自らの組織の名称に、神知学という名称を選択することで、 神知学の伝統に連なろうとしたのではないかという意見もあるが、初期会員のチャールズ・サザランがたまたま辞書で目にした、用語が団体名に採用されたという説もある。R.A. ギルバートは、神知学協会が広めた、神知学は、独自解釈した仏教、ヒンドゥ教であり、ヤーコップベーメに代表される伝統的な神知学とは、全く関係ないと明言している。ブラバツキー自身は、 新知学は宗教ではなく、神聖な知識、または神聖な科学であると述べている。社会人類学者の杉本義雄は、新知学協会の性格付けはなかなか難しい意味があり、いわば否定的定義として、宗教のようで宗教でない、オカルトのようでオカルトでない、心霊主義のようで、心霊主義でない、哲学のようで哲学でない、 それらの純粋型としての誠の古代の知恵の探求だということになるのであろうと述べている。この純粋型は当時すでに失われていたが、インドのベーダにその原型をとどめているとされた。新地学協会の新地学運動は19世紀末を代表する文化運動の一つであり、その衝撃はさらに20世紀初頭のモダニズム誕生から1960年代の カウンターカルチャー、20世紀末に始まるニューエイジと精神世界を理解していく上で、鍵となる存在である。欧米文化の卑怯主義、神秘主義、オカルト主義の数勢が一群となったこの運動を、卑怯的音楽史家ジョスリン・ゴドウィンは、新知学的啓蒙と表現した。仏教の法輪当時ヨーロッパでは仏教に関心が持たれていた。 外国人の入国が禁じられていたチベットについては、超能力を持つラマなど神秘的な逸話がルフしており、欧米人は深い憧れを抱いていた。ブラバツキーらは、神知学を、真の仏教、秘伝仏教であるとし、彼らが、大師マハトマと呼ぶチベットの精神的長寿者から授けられた、秘密の教えであると主張した。ブラバツキーはアメリカで執筆した、大著、 ベールを剥がれた一室では、カバラ、シンプラトン主義、グノーシス、メスメリズムなど、古今東西の様々な思想を引き合いに出したが、活動の場をインドに移してからは、ヒンドゥー教や仏教の教えを多く取り入れた。しかしそれらの東洋思想の理解には、限界があり、理解可能で利用できる部分だけを摂取して、それから先は、カバラやシンプラトン主義で補うという方法が取られた。 西洋のインド思想、仏教の理解は誤解に満ちており、理解できない部分を西洋思想で補って解釈しているため、カルマや輪廻転生などの解釈は引用元のものとは相当に異なる。もしくは西洋の神秘主義の伝統的な思想を西洋が植民地支配によって接触できたアジア宗教の用語によって装飾、または再解釈したものであり、 普遍的なものとしてグローバル化したものであるとも言われる。新知学協会の研究対象は古代三木宗教以降の西洋秘教伝統のすべてであり、その体系と内容はインド思想など東西の多くの宗教、哲学の要素を設置して組み立てられているため極めて複雑である。宗教社会学の研究者である歌手直木によると新知学を要約すると 人知を終極的に規定する神の里氏の認識を五感を超えた超感覚的な霊性を基礎として探求することを目的としている。宗教学者の大田敏博によれば、神知学とは不滅とされる霊魂が臨廻転生を繰り返しながら自らの霊性を進化、向上させ、ついには神的存在にまで至るという霊性進化論を目的としている。 ベールを剥がれたイシス・ブラバツキーは1877年に第一の主張、ベールを剥がれたイシスを発表し、1888年には第二の主張、シークレット・ドクトリンを発表した。前者は、題名から理解されるように、西洋オカルティズムの古地とされるエジプトを施行したもので、ある。後者は、センザールという古代の神聖言語で書かれた、ジャーンの章をブラバツキーが翻訳。 解説したという体裁を取った本であるが、ジャーンのショナルテクストが実在したという証拠はない。インド渡航の成果は、新知学が新知学となる思想面の転換の契機を与え、シークレットドクトリンでブラバツキーの教えは完全な形で示された。岩本道人は、この本は近代新知学文献で最も重要なものであると述べている。ただし、 通常の理解力では到底把握できない内容、文体であった。歴史学者のセオドアローザクは、ベールを剥がれたイシスとシークレットドクトリンのそのパノラマあまりに広く、洞察と偏屈な意見が多すぎて容易な論評を許さないと述べている。ほとんどの人がシークレットドクトリンを理解できず、わかりやすく対応をまとめた新知学の鍵が出版された。 深淵さを演出して、読者を煙に巻く、神秘化の手法も用いられ、重厚で難解だった、ブラバツキーの思想が、当時の人々にどれほど理解されたかは不明であるが、その思想に含まれる、強靭な体系を構築する核となり得る、諸要素は、彼女の死後に、明確化、具体化されていった。教育学者の岩間宏は、新地学協会は極めてユニバーサルな、国際的、 ヒどグま的、平和主義的、精神収容的な性格を持っていたと述べている。ブラバツキーが人種、宗教、身分を超えた神秘主義研究を訴えたこともあり、当時は影響が大きかった。ヨーロッパ諸国、北米、英国の統治下にあったインドを中心に世界的に普及し、ルドルフ・シュタイナーの人知学など多くの文化や支流を生み出した。新知学協会は、 秘怯思想、そして仏教やヒンドゥー教の基本的な考えが、西洋世界に普及する上で、深い影響を与えた。新知学教会自体の活動は1930年代には、下火になったが、その思想は、書物などを通じて、広範な影響力を今も有しており、近現代の新宗教や、ニューエイジにもその大きな影響が基地される。ニューエイジの思想や、 実践の大半は1875年から1925年の教会の活動にその演言を生み出すことができる。例えば20世紀初頭の新知学の本や雑誌では、洋画、瞑想、先生術、ジャクラ、オーラ、水晶、前世、スピリチュアルヒーリング、天使と妖精、象徴表現、民間伝承、古代蜜宗教、 世界の宗教の聖典の卑怯的な解釈などが取り上げられていた。新知学は科学の台頭で没落していたオカルト諸要素をその秘伝の体系に取り入れて後期ビクトリア朝時代の教養人たちのオカルトへの関心を呼び覚ました。20世紀の多くの西洋オカルティストたちも直接、間接にブラバツキーや新知学運動の影響を受けており、新知学を批判した。 ルネゲノン、新知学徒たちを揶揄した、アレースター・クローリー、バラ・十字を名乗る、現代の諸団体もその例外ではない。日本では、新知学と新知学協会は1889年に、オルコットが来日した頃に紹介されたが、評価は一部の仏教青年に限られていた。1910年には、新知学の鍵が、霊地学解説のタイトルで翻訳されたが、 一般に広まったのは、精神世界の流行や、第三次宗教ブームが見られた、1970年代から80年代以降である。ブラバツキーに始まる、近代、新知学の背景となっているのは、硬直化したキリスト教と、霊を排して、物質のみに根拠を求めようとする、自然科学へ反発である。新知学は、自然科学が台頭した時代に、 科学の検証に耐えうる新しい宗教として打ち立てられた。ブラワツキーはしばしば頂上現象を見せ、それはほとんどは記述まがいのトリックであったが、人々の字幕を引きつけた。彼女自身の不思議な魅力と頂上現象への興味が相まって、新知学は注目された。シークレットドクトリン万物を構成する宇宙的生命すなわち絶対的本質は、 万物を流出させる根源的な原理であり、それは精神と物質、光と闇、男性と女性、能動性と受動性といった区別を超えたところにあるというのが基本競技である。ブラバツキーは同時代に流行した心霊主義の霊媒として活動していたが、心霊主義の単純な霊魂論に異議を唱え、物的証拠とは無縁の霊魂の存在と、 ユダヤ・キリスト教の主流では否定されていた死後の再生を確信し、身体的な進化の基礎となる霊的な進化の理論を唱え、人間は輪廻の連鎖を通して起源へ旅する神聖の輝きが具現化したものであるとみました。数十億年もの進化の果てに神に近い存在に近づくことができるとし、すべての心霊的自我はニルバーナに到達し、宇宙的、 心的根源に至るとした。また、新しい心霊学として、インド思想の要素を取り入れ、連続した生の環境を統括するものとして、カルマの法則を提唱した。その理論の基礎には、マクロコスモスとミクロコスモスとの称号という西洋、伝統思想がある。神知学協会は、キリスト教の神のような人格神を立てないが、フレデリック・ルナールは、 新知学は一種の有信論と一種の個人的違いの信仰であると述べている。岩本道人は、シークレットドクトリンにおける真にオリジナルな教説は、聖なる数字とされてきた七を用いたオカルト進化論の単位とも言える、周期と根源人種の神秘的人種論の二つだけであると述べている。岩本は、シークレットドクトリンの特質をなすオカルト進化論は、 その二つの理論を除いて、サンスクリット語の装飾を落とせば、一昔前のアルフォンス・リー・コンスタン以来の、西洋近代オカルティズムの伝統であるカバラの上に、成立しており、その独特の人種論をフランス人オカルティストたちに、起源があると指摘している。吉永と松田は、フランスの卑怯家サンティーブなどとの類似が指摘される、ものの、極めて独自な思想であると述べている。岩間博は、 神知学および神知学協会の特質を次のようにまとめている。現代のカトリック教会は、ブラバツキーの著作の中心となる主張は、女性解放であり、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の男性的な神への批判を含んでおり、ヒンドゥー教の母なる神々と女性的な徳の実践に回帰することを人々に求めたと解説している。この精神は、 フェミニズム運動の先駆者であった後継者、アニーベサントに、さらに現代のウィッカや女性の冷静に受け継がれ、現代の普遍的キリスト教に対する闘争を続けていると述べている。新知学の鍵ブラバツキーは、新知学の鍵において、接中的新知学の思想の柱は次の三つであるとしている。新知学の鍵における教会の柱は次の三つである。 西洋エソテリシズムの研究者、ワウター・ハーネ・フラーフは、ここでいう科学は、オカルト科学、哲学は、隠秘哲学、自然の法則は、オカルト的ない主心霊的な自然の法則であり、比較宗教は、ヘルメス主義者の、永遠の哲学を模範とする、原始的伝統の解明が期待されていたと述べている。新地学協会の、新地学は、西洋伝統思想に仏教など多様な宗教。 思想を設注して作られた。マハトマが伝承してきた教えは、様々な宗教や神秘思想とオカルトの源泉であり、真理はそれらの中にも断片として表現されているが、神知学はその教えを純粋に復元したものと主張される。神知学では、古代エジプト、神秘主義、ヘルメス思想、ギリシア哲学、キリスト教、新プラトン主義、クノーシス主義、カバラ、 ベーダ、バラモン教、ヒンドゥー教、仏教、ゾロアスター教、魔術、錬金術、先生術、心霊主義、神話、フリーメイソン、バラ十字団などから様々な文脈の中で引用が見られるが、それらの知識の中から曇りのない秘技を抽出することで除述されたものとされる。インドとは言っても、すべての宗教を同列とみなしたわけではなく、 ユダヤ教は忌まわしい代物で、キリスト教はイエスを除けば、何の値打ちもなく、イスラム教も数人の神秘化を除けば同様であるとし、その英知が宿るのは人類の魂の揺りかごインドであるとした。特に仏教への偏愛が、著しく、最も完成されたものと判断した。ただし、その仏教は、大衆の間で実践され学者が研究してきた。 研究的な仏教ではなく、非劇伝授を受けた者のみに伝えられてきた、非教的仏教であり、彼らの言う、研究的な仏教には重大な誤りが含まれており、無学な大衆向けのものであるため、宇宙の意味や人間の運命に関わる究極の英知は、含んでいない、という。初期の新知学では、キリスト教は厳しく排斥されたが、後に、後継者のアニベさんとは、 ブラバツキーら先輩たちの教え、特にキリスト教に関するものを修正し、表向きのキリスト教の背後に由緒正しい、非教的なキリスト教が存在するとして、キリスト教を東洋思想と同列に並べた。この戦略で、多くのキリスト教徒が神知学に引き付けられるようになった。ブラバツキーは、伝統的な神知学の大化ヤーコップベイメに、申し訳程度に言及している。 イギリスの小説家、エドワード・ブルワー・アリットンは、友人のエリハスレビの理論を焼き直したオカルト小説を書いているが、このブルワー・アリットンからも直接影響を受けている。また、新知学を提唱する以前の若い時に、フランスのパリで過ごした際、例の進化と生まれ変わりを唱えるスピリティスムを提唱した霊媒、教育者、アラン・カルデックのグループに足しげく通っていた。 これらと進化論などの新しい知見を設中して、ブラバツキーは、万物の一元性、宇宙や文明や人種の周期的な発生と衰退、カルマと普遍的な因果応報、再生、太古の文明、超能力、工事の意識、原子や鉱物や惑星の進化、生命体の進化に伴う天体観の移動などを説いている。ブラバツキーはダーウィンが提唱した進化論から、 進化という概念をインドやチベットの思想からカルマの法則と輪廻転生の理論を取り入れ再解釈した。新知学ではキリスト教のように絶対者が霊魂の救済と罰を審判するのではなく全ての行為が原因となって過法を生じるカルマの法則の普遍的な因果応報が人間を支配すると考えられた。 自らの行為による結果を自分で引き受けるというカルマの法則により人間は自身の運命を決めていく。この法則により自らの努力により無限の精神の向上が約束されているとするとは異なっている。これには根性の生だけでは不十分であり、人生という学びの学校を幾度となく再生を繰り返した霊的進化の終わりに人間の 霊的な感性を想定し、最終的に、マハトマの境地にまで至るとされた。自助努力によって、無限の精神の向上が可能であり、最後には、神に近い存在に近づくことができるとし、キリスト教に代わって自己が自己を救済するという、システムを構築したのである。近代、新知学では、東洋の哲学、宗教の多くの教えが改変されたが、特に、 輪廻転生の理論は根本的に改変され、元来の教義から遥かに遠ざかっている。新知学の転生の信仰では、永続する個人的な根源、死後も存続しつぎの名前転移する自我の存在が想定されている。新知学徒たちは、チベットのトゥルクという悟りに到達した人が、主情が地上で苦しむ限り涅槃に達しないという、菩薩の誓いを立て、 死の瞬間に人格と意識の統一を保持し、転生するという慈悲の転生から着想を得て、非教的仏教では死後の意識の根源を認めていると賛美したが、フレデリック・ルノワールは、チベットの概念では生まれ変わる永続的な根源や個人的な意識の存在は想定されておらず、その教えを愛曲したものであると指摘している。チベットの思想において、トゥルクは全くの例外的存在である。 フレデリック・ルノワールは、ブラバツキーの進化論的な転生の協議は、西洋近代の転生の思想の経符に連なると指摘している。神知学の転生論は、アラン・カルデックが創始した、フランスの心霊主義運動から借用したもので、カルデックの考え自体も、社会的不平等を説明しようとしたシャルル・フーリエ、ピエール・ルルーなどの19世紀の何人かの社会主義者たちからの借用であり、 その社会主義者たちの理論を18世紀後半に生まれたニコラド・コンドルセやジャック・チュルゴーなどの進歩の概念によっている。おそらく最初に明記したのはドイツの思想家ゴットホルト・エフライム・ムレッシングによる人間教育であるという。直線また人間以外の動物にも生まれ変わるという考えを受け入れることはできなかったため人間は人間に生まれ変わり転生を通して 進歩向上するとした。西洋近代の転生の進行は東洋に由来するものではなく、進歩という観念を支持するヨーロッパの哲学者たちから生まれたもので、人類の直線的な進歩の観念によるものだが、新地学は自身の転生論に真の仏教の教義があるとした。人間はその進化の七つの時期に応じて、それぞれ異なる惑星に生まれるという。 仏教の円間周期的な輪廻新地学協会は、転生について、細々した情報を示し、人間は、地上の生という、学びの学校で達成できる、霊的成長の限界まで来ると、次に転生するまでの間、霊魂は、工事の精神界に行き、霊バちゃんという、楽園で1500年休息して、地上の生で得た成果を整理し、その後カルマの法則に従い前世の功罪に応じて、 生まれ変わり、再び肉体を得て、地上の生に戻るとした。新知学徒たちは、これら、秘境的仏教を構成する、永遠の真理は、マハトマから駆除されたものであると述べている。インドでは下脱の手段として、供養、用が、祈りなど様々な方法が取られており、新知学同様、輪廻転生と霊的進化を競技に持つスピリティスムでは、霊的進化の手段として、 事前活動を重視するが、神知学では、霊的進化の手段として、理論と霊地の探求に力点を置いている。神知学の霊的進化論は、最終段階で神に近い存在に至るとされるが、キリスト教で神が、天地創造の段階で人間を神のに姿として、作ったという神話の逆である。また、人類は初めは肉体を持たない霊的な存在であったが、徐々に退化して、 物質世界に埋没したのが、ルイ・ジンザルになったとされる。吉村正和は、これは、エンジンからの進化を解くダーウィンの進化論の逆であると、述べている。新知学と AP シネットが受け取ったマハートマー書館の一枚新知学協会の主張によると、宗教、神秘主義、オカルトの奥義は、歴史の黎明以来、密かに受け継がれてきたもので、 それが支配する力の大きさや危険性から、どの時代においても一部の選ばれた、少数の人間にのみ伝授され、守られてきたものであるという。新知学協会の創立者たちは、自分たちがそれを託された最後のものだと主張し、自分たちの使命は、全世界のそれを知らしめ、その、ベールを脱がせることであるとした。こういった奥義を継承する。 見えざるしというコンセプトは17から19世紀の西洋の秘喩伝授を特色とする団体のほとんどに見られる。宗教、神秘主義、オカルトに関する知識は自分自身の内的な認識、超感覚的知覚、神秘体験、霊格、直接的な観察などによって得られるとされるが、宗教、神秘主義、オカルトの思想家たちは、 古代のエジプトやインドの賢者たちも含めて外部の様々な現象を分析し客観性や合理性を重視する実証主義的な現代の科学者たちよりもある意味では優れた認識や理解を得ているというそうした宗教、神秘主義、オカルトの教義に精通し神秘の奥義を伝授されている人間は卑怯の秘伝への参入者と呼ばれるが その中でも特に奥義を体得している者たちは様々な超常的な力を有していたり、肉体を通常よりもかなり長い期間にわたって維持していたり、宇宙の諸現象の理解や人類への愛の面で卓越していたりするという。ブラバツキーはチベットでそれらの参入者たちに指示して教えを授かったと主張している。当時チベットは 外国人の立ち入りを厳しく禁じており、チベットに関することは検証不可能であったため、当時この話は非常に最もに見えた。モリア・ブラバツキーはインドに渡って以降、自らの思想が、大師、マハトマと呼ばれる霊的熟達者に由来するとした。マハトマは大賢者として、ゴータマから伝わる大宇宙の秘技に通じているとされた。マハトマは、複数存在し、 チェラにその秘義を継承していくと考えられた。彼らはヒマラヤに住んでいるとされ、グレート・ホワイト・ブラザーフットという秘密結社を形成し、古代の英知を受け継いでいるとされた。彼らの本拠地はゴビ砂漠にあるシャンバラである、ともされた。空と風味秘密裏に世界を支配しているという、その組織のメンバーは、アブラハム、モーセ、ソロモン、孔子、ブッダ、老子、ソクラテス。 プラトン、イエス、ヤーコプ・ベーメ、フランシス・ベーコンなど万人に知られた哲学者や宗教の階層たちである。ブラバツキーは大使たちと超自然的な方法で更新しているとして、大使からの手紙、マハトマ書館を空中から取り出すという奇跡をしばしば実演した。マハトマ書館の出現の仕方は多くの場合、いつの間にか机の上などに置かれているというものであったが、 それは、アポートによるものであると解釈された。ブラバツキーとアルフレッド・パーシー・シネットは、マハトマ書館で、オカルトの達人の名前として、モリア、クート・フーミ、ヒラリオン、ジュアル・クールなどの名前を挙げている。ブラバツキーと彼女に続く新知学徒たちは、モリアとクート・フーミから啓示を受けていると、明言するようになった。チャールズ・ウェーブ・スター・レッド・ビータの著作、人間、どこから どうやって、そして、どこへ、いや、大志とその道は、イエスも、大志の一人に挙げている。マハトマは、新地学の根本にある思想であるが、当初から、存在自体が疑問視されていた。霊的存在で不可視であるなら、見えないことも通りであるが、そうは考えられておらず、ブラバツキーは、地上で、しばしば目撃されると述べており、 インドのヒンドゥー教会各団体で一時新知学教会と提携していたアーリア・サマージの設立者ダヤーナンダ・サラスバティと同一視されたこともある。フレデリック・ルノワールは、見えざるしたちを引き合いに出したことが新知学教会の成功を保証したのは、間違いないが、謎めいた実在があり、主張できない指導者たちの実在を基盤に教会の全機構を打ち立てたことは、 教会のアキレス権ともなったと指摘している。ブラバツキーの死後、オルコットとアメリカ支部長のウィリアム・クアン・ジャージの間で熾烈な権力闘争が起こり、モリアは無条件でオルコットを支持しているとし、ジャージはオルコットの解任と自身のトップへの就任を促す空と風味の手紙を示したことで、信奉者たちにとってマハトマの反目という深刻な事態を引き起こした。 心霊現象研究協会の百8 8 3年、米国の心霊主義者、ヘンリー・キドルは AP シネットのオカルト世界に掲載されたクート風味の手紙について、出版された自分の講演の表説だと指摘した。ロンドンの心地学協会会長や多くの心地学徒が、協会を離れたが、それだけでなく、英国心霊現象研究協会という県にある。 団体の注意を引くことになった。また、新地学協会の急激な拡大とヒンドゥー教勢力への接近はカトリック教会と心霊主義の反発を買っていた。マドラス郊外のアディアール地区にあった新地学協会本部では、ブラバツキーの知人エマクーロンが働いていたが、クーロン夫妻はマハトマ書館出現トリックの助手であったとされる。夫妻は1884年に、 マハトマ書館がブラバツキーによって書かれた証拠とともに、奇跡の手の内を暴露した。1885年に、英国心霊現象研究協会のリチャード・ホジソンによって、虚偽性を非難するホジソン報告が発表されている。心霊現象研究協会の社会的信頼は大きく、これを引き金にカトリック系、心霊主義関係。 共産主義の出版物や新聞に続々とゴシップが乗り、新知学協会は大きな打撃を受けた。CW レッドビータは、霊的進化を完成させた人間が大志であり、彼らが諸文明の発展を導いているとした。霊的進化を確実かつ順調に行うためには、大志が定める指針に従わなければならず、大志に出会うためには宗教を学ぶこと、特に新知学が示した用語や、 瞑想の実践を通して大師に精神的波長を合わせることが推奨された。大師に出会うことができた人間は、グレート・ホワイト・ブラザー・フットの一員になるため、イニシエーションを受けるが、これは9段階で構成され、どこまで通過したかによって、グレート・ホワイト・ブラザー・フットのハイアラーキーに占める位置が区別される。第1から第4までは大師になるための前段階で、第5階級は、 大師の入り口であり、これに到達した人間は、超人と呼ばれる。第6から第9までは、それぞれ、師長、大師長、仏陀、世界君主と呼ばれ、その上に、世界の創造主として、ロゴスが君臨している。ブラバツキーは、マハトマは、チベットに住む者としていたが、レッドビーターやベイリーの時代には、高次元に存在する者として、 アセンデッドマスターと呼ばれるよう格上げされた。アセンデッドマスターは一種の心的存在ともなり、大衆的な宗教運動につながることになった。クリシュナムルティを世界教師とする救世主運動は失敗に終わったが、新地学系のメシアニズム運動は、シェアインターナショナルのベンジャミン・クレームなど現在に至るまで続いている。ガンジーを最初にマハトマと呼んだのは、 新知学協会二代目会長のアニーベさんとであったとも言われる。一般的かつ陳腐なオーラのイメージへまた、霊的進化のためには、ヨーガや瞑想の修行が有効という考えも解かれるようになっていった。レッドビータは、瞑想の実践により投資力を得ると、オーラの感知、さらには、アカシックレコードと呼ばれる霊的な記憶の場にアクセスすることによる過去し、 未来史が可能になるという。イギリス生まれのアリス・ベイリーは移住先のアメリカで新知学協会に関わったが協会から離反して1923年にアーケインスクールという団体を創設した。彼女は大使のジュアルクールとテレパシー通信していると主張して多くの著作を発表した。彼女の書籍は他の新知学の書籍とともにニューエイジに 大きな影響を与えた。マハトマとの交信は、ウィリアム・エグリントンなどの霊媒によって、神知学とは別にも進められたが、これはニューエイジのチャネリングと共通する発想である。ブラバツキーは、チベットに住むマハトマから教えを授かったと主張していたが、当時のヨーロッパではチベットは、オカルトと秘境の神秘に彩られた理想の地と思われていた。フレデリック・ルノワールは、 二冊の書籍が欧米に大きな影響を与えたという。一冊目は、1920年代のアメリカで出版されたベアード・ティース・スポールディングの父たちの生活でインドで悲儀伝授を受けたというイエス・キリストが登場する空想をめいた話の内容は、吉永によればインド思想ではなく、新知学を柱とした当時のアメリカの大衆的オカルティズムの思想である。二冊目は、 1956年のロンドンで出版された自称チベット人のロブさんン,ンパの第3の目でチベットのラサで幼年時代を過ごしそうになり第3の目を開眼したイギリスへの亡命者という体裁の回想録は実際はイギリス人で内容は新地学を踏襲したものである。ブラバツキーはすべてのものは7つの組になっており すべての天体も6つの天体を伴っているとし、地球にも6つの生妙な相棒が存在しているとした。それは、意識状態に対応した6つの物質状態に分かれ、地球と合体しており、1から4番まで密度が増すと同時に冷性が減少し、4から7番では、生妙さと冷性を取り戻し、最初の状態に戻るという。この天球進化に七つの段階を経て進化する。 モナドの概念を重ね合わせたものが周期という宇宙歴である。現在の地球は地球連鎖の第4周期、第4.9期という最も物質的な期間であるという。モナドは各周期ごとに第4.9期に人間の形になり、現在の人類のモナドは前の3周期で鉱物界、植物界、動物界を巡ってきたのだという。 この現人類の進化について、シークレットドクトリンの人類創世期で根源人種として展開されている。ブラバツキーは7つの根源人種があるはずであるとし、根源人種をさらに7つの亜人種に、亜人種をさらに7つの分種に分けた。極北の大陸の地図、メルカトル、1595年英国の新知学者。 ウィリアム・スコット・エリオットによるレムリアの地図1896年にはもは、つまり現代ではアーリア人こそ霊的進化の頂点に立つということであると説明している。また、この第五期において最も偉大な人物は日に伝授を受けたブッダであり、現代の人間を永遠の真理である真知に立ち戻らせるためにやってきたとし、彼は発達した真理能力、 すべての前世の知識、限りない善意とエッジなど、第6期の人間の資質を備えているとした。大田敏博は、新知学の人間の歴史観は、霊的進化と物質的進化という2種類の進化のラインの工作が繰り返されるという霊性進化論であり、霊的進化に従えば神的存在に近づき、物質進化に導かれれば、悪魔や怪物を含む、 動物的存在に落ちていくと解説している。霊的進化の導き手が、大師、大霊、天使といった高級霊で、これに対し物質進化を目論み高級霊たちを邪魔する悪しき低級霊が存在するとされたと述べている。また、ブラバツキーの物質文明から精神文明への大転換が起こるという予言は、ニューエイジやポストモダンの諸思想に広範な影響を与えたという。 具体的には、世界を物質界、アストラル界、メンタル界、ブッディ界、霊的界、モナド界、神的界の7次元の社会層に分類する。それと同時に、世界に対応する形で、身体性を体、魂、霊の3元に分類し、さらに鉱画に対して、定画を肉体、エーテル体、アストラル体、メンタル体、コーザル体の5次元の 霊的身体に類型分けする。ブラバツキーの死後、グレート・ホワイト・ブラザー・フットに対し、悪の秘密結社、ダーク・ブラザー・フットが存在し、マハトマと新知学協会の活動を妨害するために暗躍しているという陰謀論が一部で唱えられるようになった。ブラバツキーに始まる新知学の影響は非常に広範囲に及び現代まで続いている。大田敏弘は、 新知学という存在が鉱材を含めて極めて大きな影響力を振るっているにもかかわらず、現在ではほとんど認知されておらず、客観的な立場から書かれた日本語の研究書は、まだ一冊もないのではないだろうかと述べている。2004年出版のニコラス・グドリック・クラークの書籍では、その影響は次のように述べられている。ガンディ新知学協会からの文化がインドにも、 西洋にも多く残されたこと。後の教会の歴史の中で、アニーベ・サントが教会会長時代、インド国民会議派の1917年の会議の議長を務めたことで、インドの国民意識の発展に大きな貢献を残したこと。また、ガンディーとネルーが共に、インドの宗教的、哲学的遺産を再発見するために、新知学に引きつけられたこと。西洋では、 現代のオカルトのリバイバルに単独の最も重要な要因になったこと。西欧での信頼主義の流行を宇宙論、近代人類学、進化理論を人間の霊的発展と結びつけて一貫した協議を打ち立てたこと。西欧神秘主義の古くからの源泉を西欧が植民地支配によって接触できたアジア宗教の用語によって再解釈しグローバル化したこと。 1893年のシカゴ・バンコク宗教会議で最初の試みが行われた比較宗教研究に道をつけたこと。霊的発展の際の意識を重視することで、唯物論や機械的自然観と対決し、伝統的なヘルメス哲学の大宇宙と小宇宙の交流図式にモダンかつダイナミックな面を導入したこと。その文化的な影響は非常に広く近代芸術。 量子物理学、それに、最近のニューエイジ宗教などに及んでいると言われる。グルジエフ、杉本義雄は、新知学協会の直接の影響下に育って、分派していったジッド、クリシュナムルキィルドルフ・シュタイナー、アリス・ベイリー、その直接の影響を強く受けたガイバラードのほか、若干距離をとっていたゲオルギー・グルジエフとピョートル、ウスペンスキー、 新知学協会創設の年に生まれてその使命を受け継いだと自称したアレースター・クローリー、ティモシー・リアリーなどの巧妙な近代の神秘主義者はいずれも直接間接にブラバツキーの影響下にあると述べている。新知学はニューエイジ運動に影響を与えた。大田敏弘によると新知学で発展した例の進化の理論は1960年代に入ると アメリカ西海岸が中心になり、ニューエイジの思想として大衆的なブームとなり、その死生観は世界中に広く普及した。ニューエイジではブラバツキーが唱えた現在の物質的文明から霊的文明への転換という理論を受け継ぎ、霊的革命論をその根幹とし、ヨーガやドラッグで霊性を高めることが目指された。そして霊的文明への転換という考えは、 現在の物質文明は遠からず、破局を迎えるという一種の終末論を必然的に引き寄せることになった。江戸川シー近年では、ニューエイジ運動などへの関心から遡って、新知学協会特に思想としてのブラバツキーへの評価が高まっている。岩本道人は、シークレットドクトリンは思想的影響から見て計り知れない大著であるが、そこでブラバツキーが用いた、 不可死の超越者の介入と想像力の無限の活用という手段こそ、20世紀のポップオカルティズムの反乱の素地を成したことも見逃されてはならない、と述べている。大田敏弘の指摘するところでは、チャネラー、心霊治療家の江戸川慶慎、UFO 研究、UFO 振興のジョージ・アダムスキー、マヤ歴に神秘的な意味を求め、宇宙的存在のビームの影響で地球に文明が、 もたらされたとするホゼ・アグエアス、爬虫類人類による陰謀論を唱えたデイビッド・アイクといったアメリカやイギリスのポップ・オカルティズムの機種にも新知学の影響が見て取れる。新知学協会の新知学は下火になったが、その思想体系は大量消費社会が実現されたアメリカでポップ・オカルティズムへと形を変え、ニューエイジ文化の一部となったと見ることができる。アラン・レオ、新地学は 西洋先星術の復興に大きく貢献した。西洋で先星術は科学の台頭で時代遅れの物笑いの種になっており、古代からの名声を完全に失っていた。英語圏の国々で新知学が登場し、それまで馬鹿にされたり無視されていたオカルト要素をその体系に取り入れたことで、他のオカルト関連の話題とともに後期ビクトリア朝の教養人たちの興味を集め、 オカルトへの関心を呼び覚ました。19世紀イギリスの代表的先生術師で、ブラバツキーの副神の一人アラン・レオやハーモニクスの、ジョン・アギなど神知学協会の会員であった、先生術師は多い。サビアン先生術もアメリカ神知学協会から出てきた、心理論である。西洋先生術復興の立役者は、神知学協会の先生術師アラン・レオと、W.R. オールドである。 彼らは、先制術を古臭い陳腐な予言の手段から、新知学の関連要素に引き上げ、卑怯的関心における有用なツールにし、新知学と先制術を融合させた。アランは20世紀初の先制術の広告等になり、雑誌を利用して、自らの先制術を普及し、大衆化し、儲かル商売に仕立てた。アランの教本は、 近代先生術の初期の研究家ほとんどすべてが学んでおり、後世に大きな影響を与えている。ルクミニー・デービス・ギモト・ヨシオはニューエイジに関連する興味の高まりの一方、新知学協会の影響を受けたスリランカの仏教復興、インドの国民会議議長、南インドの古典舞踊再編などの南アジアのナショナリズムに関連する歴史的な意義は、 少数の専門家を除けば、現在ではほとんど帰える見られなくなっていると述べている。大田敏弘は、新知学が果たした歴史的役割についての覚書で、上記と重複しない内容として、次の点を挙げている。ユネスコベアトリス演奏は、岩間博士は、ユネスコ創設の源流における重要人物として、 新教育運動の連帯組織の創造をリードした新知学とベアトリス・エンソアを取り上げている。また、ブラバツキーが新知学の鍵で子供に自分で考えさせること、相互扶助の精神、独立心、推論する力の育成、機械的暗記を最小限にして内的感覚や潜在能力を発達させること、子供を個人として尊重すること、指摘、 精神的に自由で偏見のない利己心を脱した自由な男女を育成するなどの教育の理想を語っており、この望みはアニー・ベサントの時代に実現に移されたと述べている。ベサントは教育による社会改造に深い関心を持った人物でベナレスに中央頻度カレッジを設立するなどインドの教育にも寄与した。モンテッソーリ幼児教育者で モンテッソーリ法という教育法を提唱した、マリア・モンテッソーリは現代の日本でも有名な人物であるが、アニー・ベサントはモンテッソーリ法を高く評価して両者は深い友情を結んだ。ベサントの後継者、ジョージ・アルンデールはモンテッソーリをインドに招聘し、彼女は第二次世界大戦のインドを離れて、インド各地にモンテッソーリ法を広め、 吸収する心などの多数の著作を書き、乳幼児の観察とそれによる教育法の改善を行った。岩間はこの時モンテッ総理が創出したコズミック理論はブラバツキーの宇宙論に影響を受けたものであろうと述べている。また人知学を提唱したシュタイナーも独自の教育法で知られているが、岩間は総合的方法で学校運営を行った演奏はより、 むしろ新地学協会を離脱したシュタイガーの学校に新地学独特な生活の繁栄を見ることができると述べている。同じく新地学協会を離脱したクリシュナムルティの学校でも自己訓練を通しての自由が養育されている。他にも新地学協会は数々の影響を教育界に及ぼしたという。w b a ツ芸術においては一時期新地学協会に属した詩人。 ウィリアム・バトラー・イエーツや、抽象絵画の最初期の画家たち、ワシリー、カンディンスキー、ピエト・モンドリアン、ヒルマー・フ・クリント、作曲家のアレクサンドル・スクラービンなどに影響を与えた。H.P. ラブクラフト小説では、宇宙的恐怖などと呼ばれる、クトゥルフ神話を題材にした、アメリカの小説家 H.P. ラブクラフトにも影響を与えた。魂や心霊を象徴として描き、 霊界を描写したという童話、青い鳥のベルギーの作家メーテルリンクも、ブラワツキーの信奉者であった。アメリカの独自性を感じさせる初めての国民的童話であるライマン・フランク・ボームのオズの魔法使いには、科学とオカルトが一体となった、新知学の思想が深く浸透している。イギリスの作家 DH ・ロレンスも、新知学へ関心を寄せ、その作品に登場させている。 ロシアでは19世紀末から20世紀初頭にかけてオカルト小説が主流の文学において復権したが、この大衆的なオカルト小説には新知学の秘境的東洋というイメージがより明確に見られた。革命前のロシア最大のオカルト小説作家、ベーラ・クリジャノフスカヤの吉永新一は日本の冷静文化における 新知学の重要度はアメリカに比べると1960年代までは低く、明治期から紹介されたにもかかわらず、当初は常に忘却されていたと述べている。新知学協会の活動としては、明治22年にはオルコットが来日し、文献が翻訳され新知学ロッチが作られたが、評価は一部の仏教青年に限られ、仏教復興運動が軌道に乗ると、新知学は忘れられた。 編集者の松岡聖豪は、鈴木大説、金東校、川端康成らに何が主かの投下を灯したと指摘している。また、日本の新知学協会運動は、三浦肝蔵の竜王会が継承していると主張されている。一般に広まったのは、精神世界の流行や第三次宗教ブームが見られた、1970年代から80年代以降である。加直樹は、 日本では明治維新以降、欧米に始まる、心霊主義や、心地学の影響を強く受けながら、霊学や、霊術の研究、運動が行われ、それが新宗教の教義や実践、心霊性運動に継承されていると述べている。霊学では、新東天領挙の友木予感魔などが、例に挙げられる。大正期には、大本や太志霊道といった団体が影響を受け、鎌田東には、 霊学や霊術の歴史における新知学需要のハイライトであると述べている。また、京都の倉間寺本山とし、650万年前に近世から降り立った五宝魔王村を崇める倉間公共も新知学の系統である。新知学は、洋画を含めた精神世界ブームの重要な一角を占めており、苦悩質主義等を研究している宗教学者。 大田敏弘の指摘するところでは、幸福の科学、オウム心理教、グラ、元山博志の玉光、神社、霧山康夫の阿号集などの日本の新宗教にも、新地学の唱えた霊的進化論の因然たる影響が見て取れる。大田によると、オウム心理教の最終目標は、社会のマジョリティを、 動物化した人々から霊的に進化した超人類へと入れ替えるという人類の種の入れ替えであり、霊を退化させ、堕落してゆく人々を粛清するという殺戮計画が隠れて計画、実行されたが、この人類の種の入れ替えの観念は、新地学、その影響を受けたニューエイジ、さらに影響を受けたアゴン州をはじめとする日本の新宗教で提唱され、流布されていた。 また、洋画や仏教の修行による例の進化という、新知学の理論が、オウム心理教の教義の原型を形成したという。カシオナオキは、オウム心理教の世界観、身体観は、用語だけでなくその構えや骨格において、新知学の強い影響があると指摘している。教祖の朝原昌光が、新知学の原点を読んでそこから教義を直接、構成したのか、あるいは、 新知学に影響を受けた、グラなどの新宗教の教典、出版物やオカルト雑誌から間接的に影響を受けたのかは、1996年時点では定かではなく解明が必要とされている。また大田は、日本の心霊主義においても、浅野和三郎が新知学を取り入れており、スピリチュアルカウンセラーを名乗る江原慶治の言う、人生の地図も、その骨格は、 新知学だと思われると述べている。日本では一昔前にシュタイナー教育が流行したこともあり、人文系の研究者には新知学の系譜の代表的な思想家の一人である。ルドルフ・シュタイナーの信奉者がかなり多く存在しているが、シュタイナーの思想や世界観は明確に理解されていないと大田は指摘している。オウム心理教には多くの大学生が入信したが、 これには、日本の大学で、ニューエイジやポストモダンの思想が蔓延していたことが、大きな要因になっていたという。ブラバツキーの最初の著作、ベールを剥がれたイシスは、大学教授やジャーナリストからは見向きもされず、比較宗教学の祖で、ブラバツキー同様すべての宗教には一つの共通の基盤があると考える傾向のあったマックス・ミューラーからも、容赦ない批判を受けた。しかし、 生活にゆとりのある中産階級のオカルティズム愛好者や独学の心霊研究家たちの心を動かし、全部印刷された本は数週間で品切れになった。ブラバツキーの勢力的で喧嘩好きな性格や神秘を演出するためのちょっとした手品、思想を彩る作り話、演出された態度、学問的精密さと科学的資料が重視された時代に、 著作の天居をセンセーショナルに偽るといったやり方は反発を招いた。新知学協会に始まる新知学を分析、批判したルネ・ゲノンは新知学は東洋の正当な思想を代表するものでは全くないと結論付けており、フレデリック・ルノワールもこれに賛同している。ルノワールは仏教はそこでは根本的に西洋的な分けても キリスト教的な伝統の刻印を残したままの教義を表現するための一種の口実でしかなかったと述べ、新知学協会が主導したクワダテを自身の教義の本体や自身の神話をでっち上げるために仏教を横取りする意図的な同化のクワダテであると批判している。また、新知学の魅力は流行と異国趣味の活用、寛容でドグマな奇宗教、 チベットとオカルト的力などにあり、転承の理論は仏教由来ではなく西洋の進歩主義の投影であり、その教義はブリコラージュであるとし、神知学の内実は西洋オカルティズムと東洋宗教の寄せ集めであると指摘した。奇妙な歴史観、進化の解釈、人類進化の先頭に立つのはアーリア民族で、オーストラリアアフリカの原住民は脳の狭い人間の名残で、 アーリア人により、はるかに劣るとするような人種差別的見解などが評価を下げているが、ニューエイジとその周辺を研究したセオドアローザクは、ブラバツキーの思想には、歴然としたあらゆる欠陥があり、批判が山積みにされているが、彼女のオカルト諸派の教えに対する直感は鋭く、主題にふさわしいスケールの仕事をし、その才能は、際立っていると評価している。 彼女の不格好な刑事上学的思弁を評価できないにしても、その新知学は19世紀思想中で、最も冒険的で興味ある体系であり、少なくとも超越的パーソナリティに関する心理学においては創始者と見るべきであると述べている。一方、大田敏弘は、新知学を一つの始まりとする輪廻転生を通した霊魂の進化という思想は、往々にして、 純然たる古代妄想の体系に帰着してしまい、霊的なレベルを根拠とする、階級意識、差別意識、被害妄想の更新、義手の膨張などの問題が見られると指摘している。ブラバツキー夫人、オルコット大佐神知学協会が設立されて間もない、頃の代表的な論者としては、ブラバツキー夫人、オルコット大佐などがいる。インドに活動の場を打ちしてからは在院英国人の AP。 シネットが加わる。ブラバツキーの著書としては、最初の著作である、ベールを剥がれた、イシス、人類や、宇宙の創造や進化についての壮大な思想を展開する、シークレット・ドクトリン、新知学協会の設立の経緯や、新知学の基本的な思想について、Q&A 形式で答える、新知学の鍵、冷静進歩ので子導を説いた、沈黙の声、 19世紀後半のインドを神秘主義的機構の形で表したインド幻想機構などがある。アニーベ・サント・レッド・ビータ・ブラバツキーの死後、新地学協会は、マハトマ諸会への疑いと指導者の地位をめぐって争い分裂したが、著名な女性運動家、アニーベ・サントと英国協会の協約者であった CW ・レッド・ビータが新たな方向性を示し、 霊視による研究と霊能力開発、政治、社会活動をより重視した。ベサントは、教会員に、女性参政権、彩色主義、代替医療、進歩主義教育、田園都市運動といった、社会活動に、積極的に参加するよう奨励し、今日構えたインドで、インド独立を積極的に支援した。クリシュナムルティ後期新地学協会は、 救世主を求めてインドにおもき、溶岩理論とその実践による霊子、オーラの感知、アカシックレコードと呼ばれる霊的な記憶の場にアクセスすることによる過去史、未来史などの霊能力の開発を強調するようになった。レッドビータはインドスリランカの貧しい子供たちから優れた資質を持つものを見つけ出し、イギリスで教育を受けさせ、新地学協会のエリート、救世主として、 育て上げようとした。これにより見出されたのが14歳のジップ、クリッシュナムルティである。レッドビータのこの活動にはスキャンダルが付きまとっていた。レッドビータは同性愛者、小児性愛者であり、心霊術の訓練と称して、少年たちに自行為を強要しているという噂が流れ、数度告発された。彼はその行為について、少年たちを性的緊張から解放するようがの、 訓練であると弁明した。ルドルフ・シュタイナー神知学協会のドイツ支部事務総長であったルドルフ・シュタイナーは、クリシュナムルティをキリストの生まれ変わり、救世主、世界教師とするアニーベ・サントラの動きに賛同せず、また、アジアの思想を重視する教会との方向性の違いから新知学協会を離れ、1913年に人知学協会を設立した。 アリス・ベイリー米国の新地学協会に関わっていたアリス・ベイリーは独立してアーケインスクールを発足させた。成長したクリシュナ・ムルティもまたアニーベ・サントラの主張と盲目的な信者たちに疑問を抱き、1928年に自らをトップとする東方の保守教団を解散させて新地学協会から離れた。 新地学協会は19世紀末から1920年代までのほぼ半世紀の間は、洋の東西を問わず、世界を覆うバニアンジュと言えるほどの大きな影響力を持っていた。インドネシアにおける新地学協会の活動について研究しているで、トレナーデによれば、新地学協会の影響力の世界的ピークは1920年前後だという。また、 インドやインドネシアなどではベサントがインド国民会議派の年次会議の議長の地位にあった1917から18年頃、頂点にあったが、1928年のクリッシュナムルティの離脱を境に凋落し、ベサントの死後、1930年代には衰退に向かった。競技の過度の神秘化、マハトマの実在性や霊能力の信憑性に対する疑惑、 文化間の対立、クリシュナムルティを救世主として掲げた、東方の保守教団の解散、ナチズムとの関係性など様々な要因が重なり、第二次世界大戦以降は全体として下火になった。新地学協会の全世界の会員は1929年の時点は4万人に達したが、クリシュナムルティ離脱後、会員数は減少していった。 1990年代初頭の時点で数万人になっている。表示するには右の表示をクリックしてください。HP ブラバツキーの著作と関連書。ありがとうございます。